ばあか、うん、レベル低くだと僕と付き合ってくれないって言われたい。ちょっと待ってください。じゃあ私途中経過見せちゃいます。お、私楽しみに撮っとくかな。あ、本当ですか。じゃーん、わかります、ちゃんと。おー、もう完成しちゃいますよ。え、ちょっと待って、撮り始めたら私より遅かったんだよね。やっぱこれまたスタッフの手借りたんでしょ、動画で。借りてない、借りてない。でもまこさんがめっちゃ喋ってくれてます。それそれ。今ね、とにかくね、ただただね、時間に焦ってあのテストの時みたい。あ、これ時間までになんとかっていう。すごいですよね、あれ。私あの中学時代だけガリ勉だったんで、うん、数学が一番好きだったかな。へえ。なんか数字、なんか公式に当てはめて、うん、自分がこう数式を書いてる様がなんか気持ちよすぎて、うん、なんか好きでした数学は。あと、あ、思い出しちゃった、甘酸っぱい青春の思い出。何何？その数学の先生が、先生。先生言った。バスケ部の顧問。お、バスケ部人気やな、やっぱな。その、うんうん、放課後、うん、その自分のそのバスケ部の顧問もしなきゃいけない中、うん、時間作ってくれて、うん、なんかちょっと教室ではない、うん、教室ではない。時間作ってくれて教室ではない。ではない。どういった。なんかそう、会議室みたいなところに。会議室。怪しい。怪しい。私が一人で待ってて、うん、で一人で先生がめっちゃ息切らして、息切らして、長いお待たせっつって、うん、じゃあ始めようかみたいな、うん、でここが分かんないんですって、うん、これはね、うんとちょっと待ってね、先生も考えるからっつって、うん、とかで、あ、長い、なんかこれは分かんのにはこれは分かんないんだなとか話したり。正常。それでお前、これわかんのにこれわかんないのか、かわいいな。これでしょ、これ絶対あったでしょ。あ、なんだっけ。あ、そう、私のタイムだ、これ。あった。その先生のことは好きになんなかったの？あ、好きにはなりませんでしたね。あ、そこの線引きは。そうなんですよね。へー、思い出しちゃったな。先生との思い出か。うん、私駅伝もやってたんだけど。すごい。そう、なんか結構うち駅伝も強い学校だったから、もう時代が時代だから結構スパルタだったの。うん、なんかさ、走ってると先生がさ、バイクで追いかけてくるのね。でさ、バイクってある程度スピード維持できるじゃん、はい、こっち生身の人間だから疲れてくるとちょっとスピード落ちるじゃん、はい、でもそうするとマジで引かれそうになるの。タイヤが本当に何回もお尻をこするの。引かれるって思って、先生がブンブンっていうのが、走れたこーとかって言って、しかもなんかこういうアメリカンのさ、ブブブブブブってやつで来るから超怖くて、おかげさまででもほら区間賞とか、うん、成績は良かったけど。よいしょよいしょ。うん、できたの？いや、もうできてるんですよ。あとは本当微調整。あ、でもちょっとなんか、うん、文字彫りたいかも。文字彫ってるよ、私。今日の記念に。あ、もう入ってます？文字彫ってる、今。え、ちょっと待ってください、私どうしようかな。R と M、 R と M かな。もう私のイニシャルも入れてくれるの？もちろんですよ。よかった。さっきの先生のイニシャルですとか言われたらずっこけちゃうで。さっきの先生のイニシャルは、うん、S です。あ、しますね。東京さ、あったかいからいいよね。あ、そっか、そういうこともあるのか。そう、仙台ちょっとまだね、桜の時期寒いから、日中の お花見はいいんだけど、夜だと夜桜とかさ、寒くて外でさ、ゆっくり見てらんなくて、確かに結局お店に入っちゃうから、東京でね、みんなこう夜桜楽しんで飲んでとかっていうのはね、あ、いいなと思った。
料理作って持ってったりするの？あーしますします。お稲荷さんとか、うん、あいいね、作って持っていったりします。ちょっと今度じゃあお花見パーティーしようよ。えーしましょう。あえ素直にしましょうって言ってくれた。これは友達の証ではないのか。友達の第一歩。第一歩いただきました皆さん。やったぞ。よしできた。できた。いきます。じゃん。はい、テーマは、テーマはこうなりたい。バックでねポーズしております。でイニシャルがね、耳のところにリカチマルの R と、あと切れてるところ、ここに M、 まこさんの M が潜んでおります。わーありがとう、なんていい子なの。あすごい、うまいね。うまいわ。本当ですか？美術部ですよこれは。やったえ、ちょっと私もまだまこさんの見てないから。私は楽しみに。もうちょっと、もうちょっと、私一人一番時間かかってこのクオリティ感のレベルなんですけど。私のまずお話だけすると、うん、テーマは、うん、好きな筋肉。好きな筋肉で、私プロ野球観戦大好きなんですけど、うん、プロ野球界で筋肉って言ったらね、はい、あの美しい筋肉の持ち主いっぱいいるんですが、うん、松井和夫さん、はい、で元その西武で今、監督される前は楽天で選手やってたんですよ、うん、なんて上腕二頭筋っていうんですか、うんうん、首のラインから、うん、上腕二頭筋にかけてのここに挟まって寝たい。わかる。まさかの願望。ここで腕枕されて寝たいっていう筋肉ラインからの、楽天で優勝した時にビール瓶を持ってのワンシーンが、うん、まさにその上腕二頭筋ムキムキ美しいフォルムだったので、それを、うん、こしらえてみました。すごい、めっちゃちゃんとあのイメージが、じゃじゃん。おぉすごいすごいすごい。松井さんの筋肉シルエットの、もう松井さんはビール持って乾杯だったけど、私もリカキマルの R とマコの M をかたどった瓶を持たせて番組名も入れて、いやすごい、マッスル乾杯。まこさんらしい作品になりましたね。あ、ほんと？はい。点灯式！イエーイ！この日を待っていた。ほんとだよね、うん、でも1時間ぐらいでここまでたどり着けたから、うんうん、本当になんかサクッとできて、そうです ね楽しみ、やってほしい皆さんも、うん、よし、じゃあ長いからいきますよ。はい、まこさんの作品です。はい、いけ松井和夫さんの上腕二頭筋むき、うわすごいすごい、感動する、感動する、感動する。なんか私はさ、はい、なんかお店の看板見たくない？確かにありそう。なんかネオンのバーの看板でいてそうだよね、うん、ちょっと怪しげな。すごい、なんかすごい、こんな綺麗に光るって思わなかった。わあ、素晴らしいものができました。満足、2人ともナイスマッスはい、というわけで、はい、たくさんおしゃべりしながら
この素晴らしい作品を作ってきたわけですが、うん、めっちゃ楽しかった、うん、楽しかった、うん、1時間ちょっとの時間だけど、うん、なんか1泊2日ぐらいしたような濃厚な時間でなんかお互いのことを理解し合うのには一緒に何か作るって、うん、いいかもしれないね。そうなんですよ。そうというわけで、はい、なんと名残惜しいんですが、はい、この2つの作品、うん、1名ずつ計2名様に、プレゼントします。持ってけぜひ飾ってください。じゃあここまで送ってください。待ってまーす。手放したくないんですけど。でもきっと私の思いも汲んで、はい、そうですね、いっぱい愛してくれるはず。はい、という間劇場でございました。いやでも最初から最後まですごいテンションが高い真子さんだったので、なんか多分過去一盛り上がったと思います。本当にリカチマルトチャンネル、ありがとう。なんか喋ってるとこんな感じなんだけど、喋、うん、ってないとなんかこうイメージが違うみたいでちゃっかり、デジタル写真集っていうものも作ってみて。そうですよね。そうなんです。なんかフローっていうタイトルで、うん、私芸能生活12周年目で、はい、初めて写真集っていうのを作ってみたので、喋んないと印象変わるんだなっていうのもよかったら見てやってください。いや、そちらの方もぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。私も、はい、リカチマルと友達になれて嬉しいよ。イエイイエイ。あー、ハイタッチしてもらいました。これからも楽しいこと一緒に作っていきましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。以上、永井梨花のリカチマルとチャンネルでした。バイバイ。またね。マッスル、マッスル、マッスル、マッスル。